名おえ明は、安土桃山時代から、江戸時代初期の武将、上杉氏家臣。父は、名おえか次。つ名は、竹松丸。通称は平八。文六三年に、上杉氏の家老、名おえか次の子して生まれる。主君、上杉景勝の返記を受け、元服後に景明と名乗る。慶長十四年十二月二日、幕府重臣。 本田正信の売借により、大見国税税藩主、戸田市鉄の娘をめとる。婚礼の衆議として、この年、米沢藩の役儀が十万国分減免された。慶長16年に金継ぐの養子、本田正重が出本したため、影明が正式に金継ぐの刑子となった。なお、本田正重は、翌年に加賀藩に仕官している。 慶長19年11月から始まる大阪冬の陣に従軍し、同年11月26日の死義野の戦いにて、将軍、徳川秀忠より感情を与えられたが、慶長20年7月12日、父に先立って病死した。去年22、または18。戒名は、月宝清明大前正門。 金継ぐの婿養子の本田正重と、影明誕生以前に金継の養子であった本城長房の二人は共に、加賀藩へと出本していたため、金継に後継者は残っておらず、母、船の死後、直江家は、無継ぐ断絶となった。なお、影明は、生来病弱で両目を病んでいたため、金継が影明のために、五色温泉を開き、長期間の当時をしたという逸話が残る。 ありがとうございます。